展示品や小給水をお手を触れないようにご注意ください。校内では指定の場所以外での飲食はお断りしています。校内は全箇所撮影可能です。撮影の際は周りのお客様のご迷惑にならないようご協力ください。坂見とデータとビールとカラビとジェルです。はい、というわけでホテルに到着しました。15分火災めちゃくちゃ楽しかった。マジ1回じゃさ見切れんくない？叶うなら2回3回見たかった。リスナーさんもね話しかけてくれてありがとうございました。みんなニッコニッコで可愛かった。15分火災の購買部でちょっとねグッズ買ったからそれだけちょっと開封してみる。
まずこれね、文化祭のクリアステッカー、買う予定なかったんやけどさ、グッズ実物見たら可愛すぎて、こんな感じもう最高で、あとハートの缶バッジを10個、500円×10で5000円ですね。で最初0円の予定だったんよ。0円が5、6000円になるって。もうオタクの0円の予定はもう信用ならんよね。あと夏グッズのなんかクリアクリップみたいな、なんかパチッと止めるやつ、なんかパチッと止めるやつ、これ今回夏グッズで買わんようにしとったんやけど、ちょっと実物見たら買ってしまった。じゃあハート缶バッジ開けてみる。目指せジェル君ということで、確か全12種。1個目、じゃん、ルート君。何気にハート缶バッジ初めて、私ハート缶バッジ自体さ持ったことない、すごい可愛い。次は、あ、ジェル君ありがとう。せーの、おお、カロン君いらっしゃいませ。よっ、おお、さとみ君いらっしゃいませ。よっ、あ、2連続さとみ君いらっしゃいませ。せーの、よいしょ、カロン君2回目いらっしゃいませ。せーの、はい、あ、ちょっと待ってさ、この順番でさ、なんか戻っていっとんやけど、なんか運命的な出方。ジェル君いらっしゃい。せーの、はい、もう一つのさとみ君いらっしゃいませ。せーの、はい、よかった、リーヌくん来てくれた、いらっしゃいませ。最後、はい、さとみくん、いや本当可愛いの、みんな出てくれてよかった。じゃ最後クリップ、せーの、はい、コロンくん、めっちゃ可愛い夏のアニマルイラスト、こんな感じのクリップ、アンピンもついとるか、なんかカバンとかにもつけれそう。ということで大優勝開封の儀でした。
ライブが終わって帰ってきました。今ね9時半過ぎ。でもマジでめちゃくちゃもう本当もう本当にもう、はあ、でも本当にとにかくもう今日のライブ、あのベルーナドーム公演2日目ドームツアー最終日ね、本当に行けてよかった。チル君本当にありがとう。あ、ちなみに座席なんやけど、今回は指定席アリーナ1塁側 B11 ブロック9列3番でした。これがどこかっていうと、あのステージがあった一番最初のブロック、ステージのほぼど真ん中で前から6列目。でもドームツアー最終日でジェル君に会える機会最後にって、本当にもう神よ、神とジェル君ありがとう。肉眼でもはっきり顔見れたし、もう双眼鏡で覗いたらもうほんまに綺麗に、さらにくっきり見れた。今回の5大ドームツアー全部ね各地行ってきたけど、全部スタンドだったから本当に嬉しい、アリーナ弾けて。ちなみにファンさんもらえんかったけど、ジェル君の顔たくさん拝めたのでもう大満足。やっぱ改めてね、ジェル君大好きだなってなった。もう本当にジェル君には本当にもう1分でも1秒でも多く幸せなね、あの気持ちの時間を過ごしてほしいから、本当にちょっとでも良くなりますようにと本当にもう日々願ってる。いただきます。帰りにコンビニでオレンジ買った。めっちゃ美味しい、果肉たっぷりうまい。まあ、そんな感じでジェル君ありがとう。そしてストプリ大好きということで、またストプリの他のメンバーも大好きなのでね、これからもゆるくね押していこうと思います。ベルーナドーム参戦した方はぜひこの動画のコメント欄にぜひね、あの自分の感想もドドンと書いていってください。行ってない人でもぜひね、高ぶった思いぜひぜひ書いていってください。あ、最後にね、今回もなんか会場入るまでにいろんな方リスナーさんにね話しかけていただきました。ありがとうございました。今回ツインテールやけ気づかれんと思っとったんやけど、なんか結構気づいてくれて、ほんとみんなニッコニッコでもうすっごくあったかくて、なんか一人で参戦しとんやけども、なんか一人じゃないようなそんなあったかい気持ちになれました。何人かお写真撮った人おるけど、お写真撮った方はねぜひね、インスタとかツイッターも DM で送ってください。私とみんなとの思い出、私も見たい。というわけで夜も遅いし明日も早いので、あの今日はねご飯食べて早くお風呂に入って寝たいと思います。改めてジェル君最高。というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok のフォローと LINE の友達追加もぜひ。というわけで今日の動画終わりです。お疲れ。ありがとうございました。